はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日もね、朝から快晴です。すごくいい天気です。いつものようにね、360度ぐるっと一周しますね。はい、この辺がね、日光の山ですね。まあ今建物なんで見えないです。はい、ぐるっと回って今こちらが南ですね。これが大体東京の方向かな。はい、ちょっと太陽入っちゃいますので下向けます。はい、ぐるっとこちらが東側になります。はい、ぐるっと回って、はい、これが また北の位置ですね、に戻ってきました。で、今日これから何やんのっていうとね、はい、ニンニクです。ニンニクの除草を兼ねた、中耕をね、これからやっていきます。これが一番最初に巻いたニンニクですね。で、ちょっとこちらへパンすると、よし、もういくらかやったんですけどね。よいしょ。この辺が2回目に巻いたニンニクになります。結構こっちのがね、生育いいですね。はい、こんな感じで。今ね、ちょっと西の鉢にオートカルチ行ってるんですが、よいしょ、ワイドにすればいいのか。はい、こんな感じでね、畝と畝の間をオートカルチで耕してます。で、これからね、残り こちらね、今これ西向いてるんですが、北方向に向かって進めていきたいと思います。以上です。はい、カメラセットしましたんでね、これから、1往復半かな、やっていきたいと思います、うん。半終了です。で、雑草の方結構生えてるんですが、もう今日は11月の6日か、11月の6日なんでね、まあこれから今日あたりは関東地方も最高気温20度、最低気温が7度かな。で、ね、これからも徐々に最低気温が下がってきますんで、まあ草もね、それほど伸びないと思うんで、まあ、今回ね、中耕を1回やっておけば、
もう今年は、まあ、中耕はやらなくて済むのかなと。ただこのあとねちょっと土寄せをして、畝と畝の間にね、もみ殻を振る予定なんで、まあそれをねもみ殻と土を混ぜるためにあと1回くらいね中耕は入りますが、除草という目的での中耕は、まあ、これが今年最後になるのかなと思ってます。以上です。